しいね。私そろそろ帰ろうかなと思ったら一人一肩持ってきて、しゃがんでてくださいね。立ってるとしゃがんでるから。マイクもう一本、すいません、くれぐれもお願いします。あの動画で YouTube とかアップしないように。俺は知らなかったんだよ。浴衣持ってこいって行くじゃないから、何かなと思ったら浴衣持ってきたらこんなもんかぶらせいで、クワ持たされて、一緒に歌でも歌うべきかって言われて困ってるんですが、もういつこれ先生これ誰が作ったの、住吉さん。住吉さん、すごいね。まあ大体こんな格好してこんなことやれば大体わかりそうだ。もうね、ではそろそろ曲が入りましたら、ね、皆さんね、あのしっかりと、もうあのお手拍子なんかいらないので、しっかり聴いててください。はい、どうかな曲。あ、今え、あ、どうしてる、全然打ち合わせしてない。師匠、随分髪の毛増えたじゃん。え、髪の毛増えたじゃん。これは本物だ。さっきのはあつらだ。おらの次元はだから、なんかこれになるカールじいさんみたいだね。なんかそんな感じもしながら、でもマイも作るよね。さあ、曲が流れてる。これだけ、流れない、今流れない、今流れない。いや、わざと流れない。師匠がおしゃべり聞きたいから。そうですですか、あのさん。では、行くよと運命で歌い上げます。25周年ということで、およですと、麦畑です。拍手。
私、傷つく時代が帰ります。